ございます。よろしくお願いします。爽やかな元気さんですね。最近な、もう楽しみ、まあネットフリックスもドラさんもあるけども、はい、楽しみがライフ。スーパーのライフが楽しみ。急ですね。急ですね。思ってなかったでした。スーパーのライフね。ライフ。もう楽しいな。ライフが楽しいですか。じゃあ買い物をするのが楽しいの。だからもうじゃあね、あんな、ドンキとか、まあ、タマデとか、まあ、近くやから行っててんやん、はい、ちょっとチャレンコでほんの少し足を伸ばしたライフがあるのやん、はい、なところがズボラして行けへんかったやん、はい、なこれ虫越えなあかんしとかもで、はい、初めて行ったのこの間、はい、もう夢のワンダーランドやろ、ちょっと待って、ちょっと待って、みんなライフ初めて行こう。ライフも大きさによってその食料品だけしかないところと、はい、で2階とかにこう2階もあんねん、うちは2階もあんねん、2階は行けへん、そんなその食料品で楽しめる、1階で楽しんであるんですか、すごい、え、もうな、俺びっくりしたもん、もう1時間ぐらいうろうろしてるもん、何すんねん、え、何言うやん、買い物やないかよ、お前ライフですよね、どこのスーパーでもタイヤ売ってるもんは一緒やろ、ライフは違う、いやライフは違う、何が違うね、お前ら行かんやろ、行くよ、行く、お買い物全然行くよ、どうせあれやろ、あのソース買うかねとか醤油買うかなぐらいのあれやろ、なんでソースソースと醤油は、まあ、缶も決めてから行くやろ、いやいや、もうぐるっと回れへんやろ、回る回る、ほんま回る回る、元気さん全部回るんですか、回る、一回行こうなんから全部回るよ、なんでそうなの、じゃあでも用事ない時に醤油はソース売ってるとこは行けへんやろ、まあ野菜や肉は見るけど、うん、で醤油買わなあかんとこは醤油のとこ行くで、でもそこだけ行けへんやろ、ちょちょちょ、行くって言ったら肉も野菜ももう行けるんだよ、絶対嘘やこれ、こうてるなんでこれ嘘つかれやろ醤油ソースで行ったよ、私は醤油とソースしか買わんのかソースソース思ってたそう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 イオンのイオンのスーパー行ってみてください。腰抜かしますよ。またそんなこと言う。イオン。ちょっと待って。ライフ。京セラのとこまでじゃチャリンコで行けるやろ。ね。あの京セラのとこの。ちょっと待って。イオンより素晴らじゃあライフより素晴らしいのか。素晴らしい。素晴らしい。5時間ぐらいありますよ。マジで。いやお前1日帰れへんで。そう。野球見ひんで、ずっとイオンの。そんなすごいの。いや俺ライフ最強説じゃないけど、ライフ何買い派なんですか、あのなこれおすすめやけどな、ゲソの天ぷらじゃあむっちゃうまいねじゃあほんでちょそんなじゃあほんま、うん、じゃあほら飲むやんちょこっと言われたでもな、はい、時に当て買おうかな思って、はい、まあ某スーパーで買うた、まあ、名前言うたらあかんけども、はい、ゲソの天ぷらカチカチやねんや、お値段一緒やで、同じライフちょっと高いイメージがあるねんけどないねん、こいつちゃうわ、その高ないよ、ちょっとその某スーパーが某スーパーがいろんな お安いスーパーあるやんか、あるよに比べたらちょっと高い、わかります、ちょっと高い、知れてるから、でもその分他が安いだから相殺されんねんチャラになるんですね、そう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 ライフがいやほんまやねんってでほんでそのゲソの天ぷらがめちゃくちゃうまい、でこれ買いに行ってんやん、はい、ほなやっぱみんな知っとんねんな、売り切れ寸前やん、あと3本しかあれ、ゲソの天ぷらが俺毎日行ってんねんや毎日行ってんねん昼過ぎにな、ほんで3本全部買うて帰るから3本その分ってか毎日行くから飽きるんじゃん、そのライフもそうやから毎日撮ったら飽きるんじゃん、飽きへんなライフは絶対飽きる飽きますよライフ、いやちゃうちゃうちゃう飽きへんって、だから自分ならちゃうねん、例えば野菜コーナー入るやん、はい、ちゃんと見てないやん、あ、見てるちゃうやん、だから見て見て止まらなく見てないやん、あ、今日はこれが高いんやとか、はい、あ、今日こんなやつおるわとか、はい、新しいあのニューメンバーおるわ野菜のニューメンバーですか、そう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 、この季節のやつがあって、はい、季節のやつおるよ、そうや、でそれをな見てないからよ、見てるやん、どうせバーッとそう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 言うてんだよほんまにちゃんと言ったらライフはすごい、えぇ、ー、すごいいいよ、いけいいよ
や、行け。ねえ、イオン怖いですよ。ほんまにすごいの。行け、行け、行ってみ。いいか、イオン。もう、マジで。もう、規模が違いますよ。シナの。ライフもこっちぞ。いや。ライフは、まあ、ライフで、まあ、素晴らしい地域に、まあ、密着した。そう。いや、もう、恐ろしいですよ。マジで、はい、じゃあ、リゴロレン、教材なんとこまで。行くよ。行くけど、そんなすごいの。すごいすごい。どうすごいねん。説明したから言うてるように、もう野菜コーナーだけで3時間売れるで。今の話やったらそれぐらい売れるやんか。野菜コーナーだけで3時間売れんの。そうや、それはそれぐらい売れるよ。何売っとんねん。新しい新顔もどんどん出てきます。ニューフェイスばっかり。見たら顔がボンボン上がってくるで。そうです。あ、ほら、わけのわからん海外の人が売ってんじゃん。ちゃんと。私知ってる顔やないか。いや知ってる顔でも顔の色がちゃうわな。顔好きやな。そうやん。そういうことか。そうやん。そうやん。顔が違う。いや、今日俺ライフ最強説を語りに来たもんやな。びっくりしました。イオンですか。すごいと思いますよ。ああ、そう、はい。びっくりしました、ケンキさん。こんな俺。ライフの、ね、カードを作ってあります？これな、それな、嫌やね。あ、めっちゃ嫌。これは嫌やね、なんかな。はい、なんか嫌やね。もう作らな損や言うてるやん。なんかね、うん、めっちゃ行きはるんやったら。じゃあ嫁に怒られたね、はい、ちょっときゃポイントだって。俺嫌いやねん、はい、いつもシャッと現金で払えたり、ね、ペッとしてペッとしたり、ね、ポイントでがピーとかじゃん。嫌 やねん。もうそんなんないいらん。もうカードからなんか人のこと信用できへんねん。違うわ現金で。もう邪魔くさいのもあるしな。出すのも邪魔くさいやん。でも、ほんであのライフでさ、あのレジあるやんか、はい、レジでピピって買うやんか、はい、ほら自動であれなんか入れなあかんの中でな。レジが違うところにあるってやつですか。横にあって今でも大概そうやろ。ライフだけじゃなくて、はい、どこのスーパーでもそのコロナになってから特にそうやね。そうですね。店員さんが、ね、普段スーパー行ってるやん。行ってるわ。店員さんライフしか知らないじゃないですか。例えば2800円でそう言われたら、はい、こうじゃなくてここに入れなあかんねんな。あ、そうですそうです。店員さんと時間ってあんまり少ないです。3000円札2枚重ねて入れれんねんね。おー、そうなんだ。そうなんだ。知らなかった。1枚ずつ。あの瞬間一番緊張するの俺。わざわざ入れる時に機械も信用してんからいっぱい取られるんじゃん。そうってそういうことで。いやそうか、わかった。今度一回その噂のはいイオンのスーパー行ってきます。お願いします。